男性4人組コーラスグループ純烈の小田井鈴鹿ひらめ、51、が20日、ツイッターを更新し、この日訃報が伝えられた女優秋竹城さんのツイートをした。小田井は、純烈結成前に昼ドラで僕の母親役で共演させていただき、太陽のような明るさで現場を盛り上げてくださいました、と記した。続けて、山形弁の方言トークで盛り上がったことを今でもはっきり覚えています。ありがとうございました、と言ったんだ。秋さんは、大腸がんのため15日に死去、75歳だった。ネットの声、大腸の検査は先生にお尻を見せないといけないと勘違いしてる人が多いから発見が遅れると思います。実際穴開きのしパンツはいてするので全然恥ずかしくないので、特に女性の方はそうい。無症状が見られるなら恥ずかしがらず、すぐ検査がいいと思います。進行も比較的遅いがんなので早期なら治るので、大腸がんは早期発見。治療すれば今では感知する病気なのですが残念です。年に一度の便箋値検査をするだけで早期発見できる可能性が飛躍的に高まります。もっとも陽性反応、便に血液反応あり、でも、その後、大腸内視鏡検査を受診する人は半数程度のようです。以前は、毎日のようにテレビに出廷出したのに、突然見なくなった理由に、事務所は、コロナ、を警戒しての一時的お休みとの発表でしたが、こういうことだったのですね。ダンサーからスタートして、その後、テレビのバラエティには欠かせない人でした。私は特に、県民、省、と、田舎に泊まろう、が忘れられません。名場面を、テレビで大量に残してくれた方でした。竹城さん、たくさんの笑いと涙をありがとうございました。最近テレビでお見かけしないと思っていたら病気だったんですね。少し前までは亡くなった芸能人の方のお名前を見てもあまり存じ上げない方が多かったのですが最近はお名前を見るだけでもこの人だってわかるぐらいの方が亡くなってしまって寂しい気持ちです。ご冥福をお祈りいたします。初期のしくじり先生で生徒役としてセーラー服を着ながら個性的なリアクションをされていた姿が可愛らしくて好きでした。最近出演されなくなりスタッフの意向でメンバーが変わってしまったのかなと思っていましたが、そういうご事情だったのですね。残念です。安らかにお眠りくださいませ。笑顔をたくさんいただき、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。